新型コロナウイルスの感染拡大が続いている東京都は、夜の街で感染が広がっている可能性があることから、夜間の外出を控えるように強く呼びかける方針です。夜の外出を控えくださいということをあの先週からも申し上げております。分析がどうなっているのか、お伺いながら対策をさらに練っていきたいと考えています。東京都の小池知事は今日。 感染症の専門家と協議した上で、改めて都民に協力を要請する考えを示しました。都の関係者によりますと、夜の街での感染が広がっている可能性があることから、夜間の外出を控えるように強く呼びかける方針です。都内では昨日68人の感染が確認されていて、増加の傾向が続いています。